イギリスのロンドンからお外に出て初めての一歩です。ママに加えられ動物園の施設内を移動しているスマトラトラの赤ちゃん。生後1ヶ月が経ち屋外デビューとなりました。これまでずっとママにべったりだったのですが、地面に置かれるとよちよちと一人歩き。ママのそばに近づきたい一心で段差を乗り越える姿を飼育員らは固唾を飲んで見守りました。成長の大きな一歩を踏んだ赤ちゃん、数週間後の健康チェックで性別が判明するそうです。自然界で生息しているスマトラトラはわずか300頭ほどで、絶滅が危惧されているということです。